大柏川第一調節地緑地大柏川第一調節地緑地は千葉県市川市北方町にある大柏川の調節地と緑地を兼ねる施設2007年6月30日に開設面積約16ヘクタール貯水能力25万4000立方メートル平常は緑地の公園として一般に開放されている敷地の中にいくつかの 小さな池がありその間には、通路としての小道があり、湿地の景観を見て、散歩や、自然観察も行える。大柏川や小清水用の堤防腰流、筒見、緑地内の川に隣接する立ち入り禁止区域の池では、頻繁にカモ、サギ、川を見ることができる。ママ川に合流し終える大柏川の下流端から約八百五十メートル上流を、西南端とし、 北東方向へ川に沿った縦約4キロメートル、最長横幅約1キロメートルの広い地域は、下宇佐台地のほぼ南端にあたり、大野地区の台地と柏井地区の台地に挟まれた、田日であった。古くから吉原で、また、田んぼとして利用されたが、田植えの時は腰まで浸かる沼田であったと伝えられ、一部では、田剃りも使われた。また、沼田の底からわずかながら、 水分の多い霊場の泥炭も見受けられたと言われる。地理的にも奪山貝塚やそや貝塚に近く、古くは東京湾北端の入り江で、歴史的地勢では、大菓は国と呼ばれる地域であった。大菓川,川の水位比較長らく広大なこの湿地の吉原と田園は、大菓川,川が氾濫にし、冠水の被害はあったものの貯水の役目も果たした。時代を経て、 戦中、戦後からこの地域は、次第に埋め立てられ2009年の時点ではほとんど、水田残っておらず、多くは畑やのどかな雰囲気も残す、主街地となっている。最後の大規模な埋め立ては、大野町の一部と、南大野の全域が、武蔵野線の1978年10月の、新松戸西船橋間の延伸を機に、埋めえがいとしての形成が始まった。 この武蔵野線の延伸部には、切り通しが多いが、切り崩し排出された土砂は、武蔵野線高架の大野町区域の埋め立てにも使われた。最後の大規模埋め立てによって、地面の標高は高くなり大柏川が増水すると、形成され始めた、市街地の道路の冠水や床上浸水を起こし、大柏川の拡幅事業を終える1996年、頃まで何回か、 冠水や浸水に見舞われた。一例として1993年8月26日から27日、台風11号では浸水、冠水面積400ヘクタール、浸水家屋2392個の被害を記録した。千葉県ママ川改修事務所によって、約26年の期間を経て、治水対策が行われ、調節地として、開設に至った。 事業の規模に比較しその期間が長年にわたったのは予算が毎年少しずつ事業に配分されたためと言われる。大柏川の拡幅事業は後手に回り、南小野地区から真マ,マ川への合流地点の付近に至るまでしばしば冠水や床下浸水の発生を招いたが、川の拡幅後は浸水や氾濫の事態はなくなっている。機会は多くないが、 調整地として開園後も、流域の豪雨によって堤防から腰水し、調整地本来の機能を果たしている。調節治緑地を要す地域は、時代とともに次第に埋め立てられ、畑の耕作地下や市街地下とともに、一水や腰水に見舞われているが、埋め立てにより、湿地としての貯水能力が失われたことにも起因する。 戦後の頃は、大野町四丁目の市川市霊園付近からママ川に合流する、八幡六丁目まであぜ道を歩いていくことができたと伝えられる。AB、用語、洪水、氾濫、一水、小清水、浸水、冠水。国土交通省中国中国地方整備局。2009年8月23日閲覧。 ABC もカ塚ズの3-33の中山市米、検証記念碑による調整池川の対岸の浦安鎌ヶ谷線道路脇の千葉県ママ川改修事務所設置の解説版による、大柏川,川第一調節地。千葉県ママ川改修事務所。2009年8月23日閲覧。千葉県立市川北高等学校。 京成バス市川営業所付近から大柏川に、かかる、千葉県道1 8 5号松戸原木線の、大柏橋まで14本の橋の欄間標中の、掛け替え春光年月による中山団地の道向かい、北方町北方町4丁目1336、区画整理の日見の林大一席にある、区画整理記念の石踏み南王の2丁目北、小里公園内の記念碑 事業完成に寄せてから、なお総事業費86億円。現地の土砂等の埋め立て等に関する標識による。ありがとうございます。